my priority is to be concentrated, to play well, to enjoy the game, and to give the victory as a present to the supporter.華麗な男の舞が終わろうとしています。世界の頂点に立つはずだった男、ドラガン・ストイコビッチ。輝きを取り戻した名古屋での残された時間が刻一刻と過ぎていこうとしています。訪れた最後の日、最後の時、7年余りを過ごしたメインステージ、名古屋での最後の試合、超満員のサポーターの見つめる先はこの背番号10、妖精ストイコビッチです。第1ステージの14節、名古屋グランパス8とサンフレッチェ広島の対戦です。名古屋は現在4位、広島は連敗で13位です。この一戦、宮澤ミシェルさんの解説でお楽しみをいただきます。宮澤さん、はい、ストイコビッチにとってのホームでの最後の試合になりました。どんな思いで宮澤さん見つめますか。そうですね、現役時代も一緒に戦ったことありますけどもね、非常に痛い目に遭わされたこともありますし、うまいなと思って感動させてもらったことがありますね。非常に楽しみですね、今日ね。その現役を振り返ったプロフィールをご覧いただいています。では名古屋から今日のスターティングイレブンです。名古屋はこのところは3バックです。いずれも昨シーズン、あるいは今シーズンチームに加わった選手。中盤は右に大森、左に2シーズンぶりにチームに復帰した中谷。このところ切れ味鋭い突破を左サイドで見せています。そしてストイコビッチ、森山、ウェズレーという前線です。広島です。こちらは戦い方をよく変えてきます。今シーズン今日はどうやら3バックになってきそうです。そして右サイドという印象が強い澤田ですが、前節の後半からは守備的な中盤にも入っています。日本代表デビューをした藤本は今日はベンチからのスタートです。宮澤さん、サポーターたちは一瞬も目を離したくない、逃したくない、そういう気持ちでしょうね。そうですね、今日何を見せてくれるか、また本人がね、どういう気持ちで今プレーするのかっていうね、楽しみでもありますけども、ちょっと辛い面もありますね。今日もいつものように試合前ピッチには左足から入りましたストイコビッチ。その左足での最初のボールタッチがありました。名古屋のディフェンスラインは3バック、フロンターレから移籍をしてきた西澤です。前には大森、戻して西澤から上杉です。前々節4得点のこの11番のウェズレイ。ストイコビッチの周りの選手たちも、名古屋は宮澤さん、この 2,3 年でガラッとメンバー変わりましたね。そうですね、まあ、若い選手またよそからこう入ってきて頑張ってくれる選手ね。広島ディフェンスラインは今日は3バックです。前節は4バックでしたけども、ウリダが奪う、ストイコビッチへ、澤田のディフェンスです。ストイコビッチ左サイドのクル、中谷、中谷からストイコビッチは今ペナルティーアークのところ、奪って広島はコリカ、前の久保へ、その久保のファールになりました。倒されたのは平岡康成。ピッチに対してサンフレッチェ澤田選手がついてますね。ああそうですか、今日はマンツーマンかな。ディフェンスの中央は貝本です。平岡康成、今グラウンドの中央にストイコビッチの10番が見えますが、その右側に3番の澤田がついています。ここはスイッチをしてコリカが回ってきます。ここで股を抜いてくるストイコビッチ、みずほが湧きます。ウェズレイ、右に大森が開いてます。その大森へ、ストイコビッチはゴール前、ストイコビッチが入ってきますが、その前でトゥーリオのクリアです。ストイコビッチがコーナーに向かいます。今の澤田をかわした場面、誘って
股の下でしたけどね。今日はアウェー側のゴール裏もほとんど紫ではなく赤となっています。ストイコビッチの今日最初のコーナーキック、貝本、もう一度貝本です。ウェズレーが遠いところで待っています。森山がゴール正面、ゴールキックになります。元日本代表、神戸から移ってきました貝本です。今日のレフリーは奥谷さんです。アシスタントレフリーは土本さんと塩川さん、第4の審判は小倉さんです。入ってきた20番は広島大木です。まあ、今シーズンの広島は3トップで臨むことが多かったんですが、今日は久保と20番の大木の、宮澤さん、2トップところ見ていいでしょうかね。そうですね。でトップ下にコリカが、はい、彼があの一時的な3トップにするときもありますし、前線出てくるときですよね。沢田から久保、奪ってウリダ、山口、ストイコビッチ、もう一度ウリダ、ウリダが抜いていきますが、まあ、今もダイレクトでのパス交換が見られました。グランパスの中盤、ただここのところのグランパスの調子の良さはやはり中盤でですね、左から右、右から左のサイドチェンジ、非常にパスが細かいパスがよく流れると、そういったこともあって前節4バックでやってたサンフレッチェが今回3バックにして中盤の5枚で合わせてきたって人数をね、なるほど、そういうことだと思いますけどもね。石澤、ストイコビッチ、今度は右サイドです。ストイコビッチ、大森へチャンスになる、森山に合わず、今みたいにストイコビッチが前向くと、もうパスは出てきますからね。その前向かれる前にマークについている澤田選手はね、どうにかしたいですよね。そこを対応したいですね。このように今日は本来右サイドの澤田ですが、中盤でストイコビッチのマーク役となっています、うん、今日は辛い立場ですね。みずほのサポーターの期待をもちろんこの澤田も分かっているでしょうが、ね、そうさせてはいけない立場です、はい、今サンフレッチェもね、勝ち点から言うと非常に厳しいところに順位にいますからね。再開後3連敗で現在13位、この残留争いの渦の中に巻き込まれようとしている状況なんですね。この第1ステージ残り2試合、サンフレッチェとすると連勝で終わりたいところだと思いますが、コリカのミドルシュートだ。おっと楢崎が、コリカのパンチ力のあるミドルシュートでした。そして楢崎と言いますと、まあ、もちろん日本代表のゴールも守った選手ではありますが、こういったところでポロリとすることが大きな試合で何度かありましたが、ただ今のボールは非常にドライブかかっててね、落ちてますから難しいですよね。中盤に下がってストイコビッチがさばきます。山口から大森、あっとちょっと中盤でのグランパスのミスパスが多くなっています。これはどうなんでしょうか。宮澤さん、先ほどおっしゃったように広島の方も中盤を選手は厚くしている、はい、こういった影響というのはあるんでしょうか。そうですね、まあ、単純なミスですけどもね、 今のところは。大きい中盤に下がって久保へ、久保がポスト役です。サイドを変えてコリカへというボールですが、名古屋ボールのスローインです。その名古屋のリザーブのメンバー、今シーズン加わった酒井の顔も見えていますが、足を投げ出している福田、今日も試合前ストイコビッチとウォーミングアップのコンビを組んだのは福田でした。ストイコビッチもこの若いストライカーの福田にはだいぶ期待をかけました。広島のチャンスだ、小野が来る。この5番は今日中盤の右サイドに入っているワールドユース日本代表だった小野です。非常にいい展開、ダイレクトが入ってそこがフリーになったんですけどもね、もう少し切り込めたかなと思いますよね。ワールドユースでは左サイドの中盤をすることが多かったようですが、このサンフレッチェでは右サイドのディフェンス、あるいは中盤をすることが多くなっています。ウェズレーに対するトゥーリオのファウルです。今日はトゥーリオ、桑原、そして奥野が1人余る形のサンフレッチェ、広島のディフェンス3バックです。左サイドを駆け上がっていったのは中谷、このピクシーからのボール、中谷が元来あの左サイドでスピードと突破力の持っている選手ですが、なかなかあの怪我に悩まされたこともあって、その力を発揮することができずに、いろんなトラブルもありましたけれども、
チームを出ることになって、そしてもう一度クラブに戻ってきました、まあ、いろんな思いをしていろんな経験をしてですね、まあ、2節前の福岡戦も見ましたけども、非常にピクシーとのコンビネーションで左サイド相手のことを崩してましたからね、期待できますよね。どうなんでしょうか、ああいう形でえぐる選手、突破を図る選手というのは、はい、ストイコビッチにとってはやりやすい選手なんでしょうか。やりやすいと思いますね。広島のリザーブのメンバーをご覧いただきますが、藤本が今日ベンチのスタートです。8番の森崎和幸も日本の代表としてワールドユースに出場しました。そのワールドユースにメンバーを出していたこと、さらには日本代表にはメンバーを出し、あるいはコリカ・ポポビッチといったところをオーストラリアの代表として派遣していました。メンバーがなかなか組めなかったのがサンフレッチェこのところのチームの苦しんでいる一つの大きな要因だという関係者の見方ですが、はい、まあ、新しいシステム監督さんが変わられて今シーズンは点数を取りに行きましたよね、サンフレッチェ守ってカウンターじゃなくて点数を積極的に取りに行くところが、結果的には失点が非常に増えたなという感じがしましたけどね。ストイコビッチへうまくかわすが、ストイコビッチのファウルになりました。澤田との体の寄せ合い、今のプレーです。澤田選手もね、前向かれると手こずるから後ろ向いてる間にインターセプト、もしくはチェックに行きたいですよね。今のような形でストイコビッチのファウルも誘っているうちは澤田にとっては大丈夫という状況だと思います。抜けてくる、後ろからミドルシュートに久保が来ました。日本代表の久保、この第一ステージは6得点です。ただこのところを見ていますと、非常にこの少し強引かと思えるようなところからでもゴールを狙っていく感じがします、久保です。堀田、またストイコビッチの前で澤田、大森に対するコリカのファウルです。ストイコビッチはグラウンドの中央、ここです。左に中谷が開いてます。ウリダ、ウリダが前の選手を呼んでますが、山口、ツイバックの右は西澤、山口、コリカがプレッシャーをかける。名古屋がなかなか前に持っていけずに、結局宮澤さん奪われましたね。今のサンフレッチェ のプレッシャー良かったですね。久保、コリカ、森崎とね、3人で囲いましたからね。森崎、今日は森崎、和幸、澤田という2人のディフェンシブな中盤です。左に服部浩太、右には駒野、そして前目の位置にコリカになっています。服部、大木へのボール、大木から戻してコリカ、久保へだ。ダイレクトの形でしたが、まあ、ボールはスペースに出ましたけども、あれ久保選手の足元に出てればタウンできてシュートかなって感じ、局面まで行きましたけどもね。いい形になりました、サンフレッチェ広島でした。ストイコビッチの名古屋ホームでの最終戦です。ウェズレー、くさびを受ける、平岡から海本、山口、ストイコビッチは今中盤の前の位置にいます。前線にいる大森へ、大森から上杉、ゴール前に森山が入ってくる、森山だ。森山のトレーシュート決まって、名古屋グランパス戦と前半の11分先制点。ウェズレーからボール出たんですけども、その前のウェズレーは左サイド逆サイドピッチにいたんですよ。でトゥーリオがマンツーマンについてるんで、ずーっと右サイドまで来て、あそこに最後出ていったわけですよね。完璧に遅れたですね、トゥーリオがね。マンツーマンの、なんて言いますか、マンツーマンだからもう間に合わなかったというようなね、そして得点も森山らしい、また最高のツッコミでしたね。そしてまた最高のストイコビッチに贈るプレゼントになりました、はい、森山選手らしいですね、このボレー。ストイコビッチは昨日、おとといとコメントを求められる機会が非常に多かったんですが、今日の試合に関しては
いろいろな感情が渦巻く難しい試合になるだろうと話していました。どうでしょうか、そのあたりがこの1点で、はい、精神面、心理面でのゆとり余裕のようなもの出てくるでしょうか。いや、出てくると思いますよ。他の選手からのプレゼントじゃないですけど、あとはもう自由にやってくれみたいなね、まずはチームメートが楽な状況を作ってくれました、はい、あとはストイコビッチが自分で思うように力を発揮する番です。前半の11分に森山のゴールで名古屋グランパセーフも1点を先制しました。ストイコビッチとホーム名古屋での最終戦、久保ストイコビッチへ、澤田のファウルになりました。今日は澤田が、宮澤さん、マンツーマンと言っていいですか、マンツーマン気味ぐらいにしておいた方がいいでしょうか。そうですね、あのハーフウェイライン越えたところでピクシーがボールを持った時には突き始めますよね。まだ前半の13分を回ったところ、森崎、奥のかつて鹿島にいた奥野です。いいプレーですよ今のもね。桑原、平岡の競り合い、澤田、森崎、和幸、久保が落として大きい、前が空いて、もう一度久保だ、久保のチャンスだ、戻してシュートは、あーっと森崎のシュート、不審も後ろから来た、ディフェンスカバーに入りました、平岡康成がかき出しました。ビッグチャンスでした、サンフレッチェ。今久保が左足を振り抜くかと思われましたが戻して、そうでしたね。楢崎の脇までは抜きましたが、ゴールのカバーに入ったディフェンスに阻まれました。サンフレッチェの同点のチャンス、ウェズレーから森山、戻してストイコビッチ、裏を取る大森、手前サイド大森が取っていきますが、あっとちょっと長かった。今のはストイコビッチのボールですか、あるいは大森のスタートが少し遅くなったんですか。いや、あのボールがちょっと長かったかなと思いますけども、ただあって向いたら確実な、もう正確性のあるボールが出てきますよね、前を向いたらということですけどもね。町田さん、はい、先ほど得点決めた森山ですがね、今日はあの立ち上がりからストイコビッチと何度かこう目を見合わせようにして、すごく集中してプレーしてるなって感じられますね。あの試合前話を聞きましたらね、今日はピクシストイコビッチとはいろいろ話したよと、しみじみ語っていた、まあ、その思いが通じたゴールでしたね。その森山も知人に頼まれたとは言っていましたけれども、昨日ユーゴスラビア代表の10番のユニフォームを持って、はい、ストイコビッチにサインをねだっていました。大きい服部が来る、危なかった、ランパスチャンスでした。サンフレッチェ、あのポストプレーからもう前半だけで3本チャンス作ってますからね、サンフレッチェね、やっぱり3人目の動きで出てくる選手に対しては3バックつきづらいですね。どうしても3バックの場合には2人のフォワードを3人で見て、その今宮澤さんがおっしゃった3人目4人目がフリーで飛び出してくるのにはつききれない、はい、こういう状況生まれやすいですね。そうですね、非常にボランチも苦しむと思いますよ。ちょっと今ウェズレーが足を痛めていました。グランパス、桑原、久保、また久保に、ウリダ、中谷、あ、中盤でのサンフレッチェのディフェンスがよく効いてます。大きなプレッシャーですかね。森山、ストイコビッチへ、簡単に叩いてウリダ、ウェズレイへ抜ければチャンスだ、ウェズレイのシュートだー、強烈に振り抜いてきました。ウェズレイ、すごいシュートだな。でもクロスバーをかすめていきました。
まあ、ストイコビッチが外に開いたのでそれをウィルダーが使わずに逆サイド1本でしたね、3バックの泣きどころですけどもね。そしてウェズレーがダイレクトで宮澤さん狙ってくるんですね。力強いねこの選手は。前々節の福岡戦では4得点を挙げました、そうでしたね。本当にあのポストプレーに入ってもですね、その前に体を相手にぶつけるところ裏の取り方、いい選手だと思いますね。今も少しあの広島のディフェンスが離してしまったように見えましたが、はい、これはウェズレーの動きの質なんでしょうか。まあ、一番フォアサイドにボールが出て逆にあのディフェンスの背後でしたからね、突きづらい後手を踏むということだと思いますけどもね。そして今ウェズレーのシュートへのボールはウリダからでしたけれどもね、はい、ストイコビッチのことを思いますと中盤でいいパートナーを得たときにはこのチームも調子が良かったですし、ストイコビッチ自身もいい仕事をしてきたこの7年間だったと思うんですが、はい、ドゥリックスでありバウドであり、まあ、どうしてもストイコビッチは攻めにポイントを置く選手ですから、守りの面で他に負担をこう軽くしてくれる選手が、ね、来ないときついですよね、それをやっぱりウリダも、ね、運動量でカバーしていると思いますしね。ここはオフサイドです。まあ、ウリダは今シーズンは開幕から出ていますけれども、昨シーズンは開幕の直前に怪我をして序盤を棒に振りました。まあ、そのウリダの欠場とグランパスの不振が同じカーブを描くように、うん、本当にそうでしたよね。ストイコビッチの言葉を借りれば、来節の東京ヴェルディ戦はもちろんありますけれども、それとは違って今日のこのホームでの試合は特別な試合なんだと言っていました。今の木久選手かなりの距離ですけどもね、打ちに行きますよね。今日広島のゲーム運びを見ていますとね、中盤での意欲的な守備、そしてあの前線での久保の仕事、聞いているように思いますが、そうですね。まあ、前節の清水戦では広島は中盤をほとんど清水に支配されて、結局5失点を重ねました。そういうゲームの後ですからね、選手たちはやってみなきゃわからないという不安感は持っていると思いますけどね。ウリダからストイコビッチへ、そして中谷、キロファールになりました。名古屋ボールです。いいカットですね。前半の20分を回りました。1対0名古屋がリード。前半11分の森山の得点でした。まだストイコビッチは今日は得点に直接絡むプレーはありません。山口、石澤、もう一度山口へ、森山に打ち込みますが、その森山のファウルです。澤田、今日は中盤でストイコビッチを見る時間の長い澤田、久保に打ち込んで戻して、ユース代表だった森崎和幸、堀田、オーストラリア代表、桑原、キャプテンマークが見えます。あっとミスになって奪って、ウリダからストイコビッチ、まあ、こういう風に名古屋はとにかく奪ったらすぐストイコビッチなんですね。その時の中谷のポジションが非常に高いですよ、もう躊躇なく上がりますからね。中谷入ってきてストイコビッチヒールで残して、山口のミドルシュートだ。まあ、今のも手前側に開いていた大森に送るかと見せてスイッチをしてヒールで 山口に残していきました。引きつけて逆でしたよね。顔は大森の方見てるんですね。一つストイコビッチらしいプレーが見られました。まあ、このところのストイコビッチ、久保に打ち込む、久保に対する名古屋のファウルです。山口、
ゴールまでの距離は25メーターといったところです。左足で狙うならばコリコか、はい、右足ならばコリコか、あるいはコマノという選択肢もあると思いますが、そうですね、最後にボールをセットしたのは左利きの服部、5番がコマノです。服部が来るが、飛び出した壁から早く飛び出してしまった森山に対してのイエローカードです。今日先制点の森山ですが、ここでイエローカード、累積は1枚目です。変化をつけてボールを動かして服部が狙ってこようとした広島、さあやり直しでまた同じ形で来た。左利きの服部が狙ってきました。沢田が戻しますが、ちょっとヒヤリとしました。西澤、山口、まあ、山口が今のようなプレーをしなければいけなかったということは、まだ広島の中盤でのプレスがよくかかっているということです。ボールのところにはいけてますよね。そしてストイコビッチのところには3番の沢田がいます。ここです。沢田が出てくる。名古屋ボールです。今日は本来の右サイドではなくてストイコビッチにつく時間が長くなっている沢田、元日本代表です。ストイコビッチ、山口、大森から山口、山口が、森山だ。森山のシュートは桑原入りました。ナイスタックルでしたね。ただああいうところの飛び出しっていうのが森山選手の特徴ですからね。やっと大森が倒されて名古屋ボールのフリーキックです。広島服部のファール、先制点につながる突破を見せた大森です。さあボールをセットしたストイコビッチ、前半の25分のプレー。このセットプレーもストイコビッチの大きな魅力の一つでした。まあ、ここは合わせに行くと思いますけども、あんまりキーパーが寄るとニアサイド狙っていくということもありますからね。壁は3枚です。守るキーパーは下田、一番遠いところに貝本がいます。あと変化をつけてきた、山口だ。裏を変えてきました。僕も裏かかれましたよね。このところのストイコビッチはその持っている技を惜しみなくピッチの上で見せてくれています。例えば相手のディフェンスの股抜きをしてのラストパスであり、股抜きをしてのドリブルである。無理だ、今度広島、沢田、堀田、前線で久保が遠くに動いてオフサイドはないが楢崎です。堀田から久保へというボールでした。山口から上杉、少しこのところ、足を先ほど痛めていた影響もあるんでしょうか、上杉がボールに絡む機会が少なくなっています。ストイコビッチ、こうやって簡単にこうフリーになってるんですね。いつも余ってるんですよね、左サイド右サイドに来て。森山へ、相手を引きつけて置いてのパスでしたが、ストイコビッチは自分が前向いたら何でもできるよっていう気持ちがありますからね、どこでフリーになれるかなということをいつも考えてますよね。サンフレッチェの方も
久保をポストにしての攻撃はここまで効果的ですが、宮澤さん、服部、はい、そして駒野といいますが、サイドからの攻撃というのはまだあまり見られませんね。そうですね、やっぱり主導権はグランパスの方が持ってますから。チャンス、前が空く、大木が抜けてきますが、貝本のカバーです。貝本ストイコビッチへ前を向いて、ウィズレイが裏を取ってくる。奥野のカバーリングです。まあ、今のも奥野のカバーリングが一呼吸遅れていれば決定的な形になりかけるところでした。そうでしたね。これが大きい。今日は広島は日本代表の藤本はベンチからのスタートです。オフサイドない、チャンスだ。左利きの久保は、久保は中に入ってのシュートだ。今のは日本代表としてはちょっとこう寂しさの残るようなシュートでした。ちょっとしっかりね、ここ何本か打ってますけどもね、当たりませんね。今名古屋のディフェンスの平岡康成が痛んでます。今日の名古屋はベンチに控えるのはディフェンスは2年目の藤田、ただセンターバックタイプの選手ではなくてサイドの選手、その他に左利きの滝沢、ジェフから今シーズン加わった酒井、ストライカーの福田といいますが、平岡の頭と大きな頭が当たりましたね。かなり腫れてましたね今。大きの方は何ともないようですが、はい、平岡が受けたようになりましたからね。名古屋のベンチにはまだ動きはないようです。昨シーズンの途中に大分から加わったこの平岡康成。今滝沢がアップを始めました。貝本、今中谷がこうやって少し中に絞って3バックというような形になってます。おっと、奪えば広島チャンスでしたが、ウリダから上ズレ、森崎和幸、中盤の攻撃的な位置でもバレリー監督は試していますが、今日はボランチの森崎です。ウリダ、大森、大森も少し下がり気味で4バックのような形になっている今のグランパスです。森山へ抜ければチャンスになります。森山キープする、時間を稼ぐ、少し後ろに人数を割きましたので名古屋は時間がかかります。ストイコビッチ、森崎がマークにする、左の中谷へチャンスになるグランパス、ストイコビッチがゴール前に入ってくる。中谷からのボールはコーナーキックになります。いい上がりですけどもね、その前に駒野もね、さすがに1対1強いですよね。しかも今中谷の場合にはディフェンスラインに入っていましたので、少し長い距離を走らなければなりませんでした。そうですね。さあ、よりストイコビッチにとっては右足で蹴りやすい方のコーナーキックです。森山が遠いサイド、貝本が一番膨らんだところにいます。西澤が直接狙ってくるか、西澤だ、鋭いカーブをかけてきました。西澤の頭を狙ってきました。ストイコビッチ、ぴったりだったですね今。そしてこちらからのコーナーはウェズレーが行きます。グランパスは平岡が手当てをして今ピッチに戻りました。コーナーに加わっていきます。そのまま流れて名古屋ボールになっています。平岡が倒れた時藤田がアップをしたんですがやめましたね。平岡、山口、大森、今ストイコビッチは反対サイドにいます。スピードのある大森です。まだゴールラインは来ません。粘り強い広島のディフェンス、
まあ、でもあそこまでサイドがああいうドリブルの仕方で入っていけるというのもね魅力ですよね。あ、中谷が抜けてくる。ストイコビッチが奪ってのチャンス。中谷から森山へは合わない。空量です。森山は一山超えたところで待ってました。そうですね、大きい澤田。少しずつ澤田、森木といったところが名古屋陣内に入ってのプレーが多くなってきました。おいいですよ森崎、ミドルを狙う力もありますが、大きい開く駒野、ちょっと合いませんでした。もったいない広島の攻撃。第1ステージの第14節、ストイコビッチにとってホーム名古屋での最後の試合です。見つめる超満員の観客。ウェズレイ笛が鳴ってます。その前の競り合いの中でのウェズレイのファールを見ました。これね、体入れといて、入れ替わって、まあ、多少引っ張りましたけどね、胸の前ね。でもこういうのが得意ですよね。またそのウェズレイが虎視眈々と狙ってました。腰から下がこうぐっと踏ん張れる、ね、形なんで、まあ、つく闘莉王としても潜り込まれたら振り切られるというような感じにしますよね。本人はブラジル代表のロマーリオを尊敬してやまないということですが、どうでしょうか、タイプとしてはかつてベルディにいたドニゼッチを思わせるような。そうですね、まあ、スーダン彼の方があの運動量も、裏へガッと出るところも、ね、ありますけどね。1対0と名古屋がリード。前半11分のウェズレーから森山へ渡った森山のボレーシュートでした。今日ストイコビッチはご覧のように澤田のマークを受けてなかなか思うような仕事はさせてもらえません。中谷が中に入ってくる。スルーパスを送って森山のシュートだ。そしてその森山が少し足を痛めました。今日何度か見られたストイコビッチから中谷へというホットラインです。今の周りのね、この前のストイコビッチのプレーですけどもね、うまく引きつけるだけ引きつけておいてディフェンスを逆取ってっていうね、今日見せてますね。そして今広島の方ですけれども、バレディ監督が森崎和幸を呼んで何か指示を授けています。そして森崎が今ピッチの中央に戻っていきました。その森崎、宮澤さん、考えられることとするとどんなことがあるでしょうか。今ちょっと空きすぎるっていうことじゃないですか、スペースを。中盤のスペースですか。はい、駒野から森崎。町田さん、はい、サンフレッチェのバレリー監督はね、立ち上がりからの守備の面ではこうなずく場面が多かったんですが、この時間帯になって少し首をかしげ始めましてね、先ほどもあのトゥーリオに対してウェズレイの守り方だと思いますが指示を出してましたね。田代さん、今その首をかしげることが多くなったというのは守備の時ですか。そうですね。宮崎、そのあたりは、やっぱりウェズレーにしても森山選手にしても1対1でマンツーマンでついてるわけですよね。非常にそういう体の入れられた時とかすり替わってピンチになるとかっていうのは今非常に目立ち始めましたから気になるんでしょうけどもね。ただ中盤でサンフレッチェがプレッシャーかけて、ある程度プレッシャーかけてないと後ろのディフェンスは非常に厳しくなりますよね。出どころが分からなくなりますからね。そして先ほどお話にあったように少し緩くしてしまうとストイコビッチから急所をつくパスが出てきます。広島のチャンスだ。久保が来る。戻して服部、あっとまだあります。森崎、駒野、あっと右足で奪って中谷、スピ
ピードある中谷、ウェズレー、ストイコビッチが逆サイド、あーっと少し時間がかかってしまったウェズレーです。見えてましたけどもね、今その見えたことによってどうなんでしょうか。ウェズレーとすると持ち直して丁寧に出そうというような気持ちが芽生えたように見えましたが、そういう感じだったと思いますね。町田さん、はい、サンフレッチェは控えのフィールドプレイヤー4人がアップを始めました。前半の37分を回っています。1対0と名古屋リード。今日はそのベンチには日本代表の藤本もいます。あっと、ここだ、ここはファウルはありません。ナイスよ、今のも先に完全にあの久保の方がコースに入ってましたから、取られてもおかしくなったと思いますね。駒野から生々しく流れてきた久保へ、今日はこの久保は名古屋のゴール前で何度か危険な香りを放ってます。山口からウェズレー、ここも少しマークが甘い、ウェズレーのシュートだ。サイドネットです。ああ一瞬の隙を突いてきましたウェズレー。今のはマークについていたプーリオが離してしまって、はい、余っていた奥野が見に行ったように見えましたが、もうその通りでボールの引き出し方ですよね。やはりね、ボールを持っている選手がフリーだと彼はもうどんどん相手のゴールの近くでボールを引き出してきますからね、危険な選手ですよね。先ほどもご紹介しましたが、1週間前には福岡相手に4点を1試合で取りましたウェズレーです。今日はそのウェズレーのアシストで森山が先制点を前半の11分に挙げています。西澤、ウェズレー、山口、手前にウェズレーです。今ストイコビッチはセンターサークルの中、サイドを変えて中谷です。ストイコビッチが寄っていく。ストイコビッチ、ストイコビッチから山口、前が少し空きましたが、あーっと浮かせていった先は森山だったか。先制点の森山です。悩みがありましたかね、今どこに浮かせようかね。まだストイコビッチはまもなく前半の40分になりますが、ここまではストイコビッチらしい決定的な演出というのはありません。まあ、裏を返して言えば宮澤さん、広島の中盤の守備がまだ効いているという状況かと思いますが、ただね、流れはね、彼がやはり攻撃の流れは作ってますよ。大木が抜けてくる、倒したように見えましたが、手がかかったように見えましたがノーファールです。ストイコビッチ、ここまで下がってボールを受けて、タイムとストイコビッチから頭にバッテージの見える平岡康成、前は西田は、まあ、中盤をゆっくりとストイコビッチが右側広島陣内に向かっていきます。ここにストイコビッチ、前に森山とウェズレー、ストイコビッチはウリダ、ウリダ、ウリダから中谷、中谷切り返して山口に戻す。今ストイコビッチの後ろにはぴったりと澤田がついてます。その澤田が受け渡しをして、西澤からストイコビッチ、あっとワンツーはもう一度ストイコビッチです。あっとつま先で浮かしてこようというところ、もう一度ストイコビッチ、あっとヒールで大森へ、大森、あっと広島ボールになります。何度かストイコビッチが魔法の杖を振ろうとしましたが、名古屋はこの1週間に先週の土曜日、そして今週の水曜日にゲームを行いました。広島は水曜日にはゲームはありませんでした。この今日名古屋は梅雨が明けましたけれども、暑さそして湿度もありますので、体力が消耗されていく中での1週間での3試合目になります。名古屋体力的にはね、きついと思いますね。先久保へ、久保、対応する西澤、久保、久保のチャンスだ。
届きませんでした。飛び込んでいったのはコリカ、まあ、シュートに近い久保 あのボールでしたけどもね、惜しかったですね。ただこの辺りのキープもですね、はい、ディフェンスが全く飛び込めないんですね。そうですね、まあ長身のセーフ、懐深い久保選手ですけども、今日は非常にこう強い思いでゴールに向かってますよね。森山今日先制点、ストイコビッチが抜けてくる。ストイコビッチ、あっと、あー、そのストイコビッチが奪い返す。中谷、ストイコビッチ、あっと見せてくれました。ストイコビッチ、グランパスのチャンスだ。森山へ、森山のシュートはダイレクトでしたが、ちょっと自信なさそうに打ったね今。ただその前にはこのストイコビッチが見せてくれました。この中谷に渡る前、ここです、得意のねヒールキックでしたけどね。名古屋のそして日本のサポーターを沸かしてきた華麗なプレーの一つです。今日は冒頭のオープニングタイトルの中でもご覧いただきましたけれども、この来日したばかりの94年には雨の長良川でリフティングをしながらドリブルをするという、相手は市原でした。宮澤さんはその時ディフェンスとしてピッチに立っていたわけですが。そうですね、本当にグラウンドコンディション悪いゲームで、まあ、思うようにいってなかったんだと思いますけどもね、ボールが運べない状態でしたからね、逆にこのリフティングで向かってきましたからね驚かされましたけどね。あっと久保が逃げてくる、チャンスだ、久保のシュート、サンフレッチェ同点に追いつきました。いやー、よく決めましたね。再三にわたるチャンス、ようやく決めました久保。絶対やられちゃいけない時間帯でしたからね、ちょっと痛いミスが出ましたね。追いつきました、いい時間に追いついたサンフレッチェです。しかもディフェンスのミスからでしたか。そうですね、ちょっとボールがバウンドが変わったように思いましたけども、どうでしたかね。その後のシュートは冷静によく決めましたね。44分の広島の同点ゴールです。痛い時間に同点ゴールを奪われてしまいました名古屋。前半のロスタイムは2分です。今シーズンの名古屋は戦いぶりを振り返ってみますと、宮澤さん、はい、延長の試合がここまで13試合で6試合もあるんですね。そうですね、無理だ。ストイコビッチ、遠いところにウェズレーがいます。切り返す、ストイコビッチが狙ってきた、ディフェンスに当たりました。もう一度ストイコビッチ、山口、低いボールだ、またストイコビッチです。リバウンドのボールは今日よくストイコビッチに集まります。守備が崩壊して失点を重ねました名古屋。今シーズンは失点は少ないんですが、なかなか勝負強いといったところは見せられませんでした。ストイコビッチにとってもこの第一ステージ、最後のステージで悲願の初優勝と目論んでいたはずですが、ストイコビッチからウェスレイ、ちょっと長かったな今のも。コース感覚がぴったりですけどもね。11分に森山の得点で名古屋が先制、44分にサンフレッチェは久保の得点で追いつきました。森田、クーリオ、石澤です。
で前半終了の笛です。ストイコビッチのホーム名古屋での最後の試合、前半の終了間際に広島が同点ゴールを決めて1対1の同点でハーフタイムに入りました。この久保の44分の同点ゴールでした。宮澤さん、ストイコビッチの最後のホームゲーム、はい、時折きらめきを見せてくれたと思いますが、中盤でね、サードのマークを受けながらも前向いた時に素晴らしいプレーをね、してくれてますよね。ではその前半を振り返りましょう。まずこの森山の11分の得点シーンです。右サイドに展開をして大森からそして上連れに渡ってのチャンスでした。この上連れの動きがね、非常に長い距離ね動いてきましたんでね、うわー、これも森山選手らしいですね。ジャンピングボレーですか。ストイコビッチのホームの最後の試合にプレゼントと、はい、いい時間帯での先制だったグランパスですが、最高のゴールですね。ただ今日は広島も前線の久保を軸に、はい、そして中盤を厚めにしてなかなかいい試合運びをしていたと思います、うん、まあ、ポストボレーにボールが入るとですね、非常にあの周りの動きがあって一挙に相手のディフェンスライン突破できそうな形作りましたよね。前半の終了間際にはこの久保の、日本代表久保の同点ゴールがありました。相手の一つのミスをうまく生かしましたね。名古屋とすれば1対0とリードしたまま後半を迎えたかった、そういう展開だったと思いますが、1対1の同点でハーフタイムに入っています。今日はご覧のように真っ赤な名古屋瑞穂競技場ですが、その中でも10番をつけたサポーターが非常に目立っています。あと45分です。ストイコビッチにとっての最後のホームゲーム、澤田、あ、澤田が入ってきます。石澤、山口、あ、山口がドリブルできます。開いている森山へ、森山からストイコビッチは今向こう側、開きました。山口のシュート、下田が防いだ。コーナーキックになります。後半に向けては両チーム選手の交代はありませんでした。後半立ち上がり早々のこの名古屋のビッグチャンス、まあ、サード健太郎選手がね、あの前に上がってたんであそこ開きましたよね。ストイコビッチのコーナーキック、あ、すごいフラッシュです。平岡が中央、手前に海本です。速いボールだ。ゴールディフェンス、やっと下田が正面でした。もう合わせるのでね、いっぱいいっぱいでしたけどもね、ちょっと前でコース変わったんだね、ウェズレー。後半の立ち上がりは名古屋に2つのビッグチャンス、駒野、桑原、大木、森山、ストイコビッチは向こうにいます。中谷が上がる、その中谷のファウルになりました。今日は何度か左サイドでストイコビッチからのパスを受けて相手を破いて、そして今は中央からディフェンスラインの裏でパスを受けようとしました中谷です。桑原が少し足を痛めてます。今日はディフェンスに入っている桑原、奥野が1人余って桑原とトゥーリョーが名古屋の2人のフォワードを見る形、そして右サイドには若いユース代表駒野、左サイドには服部浩太、中盤の守備的なポジションには森崎和幸と澤田、攻撃的な位置に堀田、そして久保と大木という今日のサンフレッチェ。一方の名古屋はゴールキーパー奈良崎、ディフェンスは右から西澤、海本、平岡康成の3バック、中盤の右に大森、左は中谷、守備的なポジションには山口とウリダ、そして前にストイコビッチ、上杉、森山です。平岡、
ダからウェスレイ、奥のお互いに少しボールが落ち着かなくなってます。駒野、あ、チャンスになる、大きい、広島のチャンスだ、大きが来る、大きのシュートは広島逆転。今日先発で起用された大きがその期待に応えました。ストイコビッチのホーム名古屋での最後の試合、名古屋逆転を許してしまいました。大きいが、ね、だから入っていきましたけど、その前にタックルしていってここ残りましたよね、ボールで、ここからぐーっと自分で一人入ってきましたよね。まあキーパーが出ないんだったらは山口選手タックル行きたかったんですけど、キーパー出ると思ったでしょうね。ただ宮澤さん、今日は名古屋のディフェンスがいくつかこのサンフレッチェの攻撃の前に危ない場面迎えてますよね。そうですね、ちょっとしたミスでこう入ってますけどもね、崩されてるという形ではないですけどもね。服部、ここも久保のポストプレーからのチャンスです。平岡、山口、今ウェスレーがまた足を痛めていましたが立ち上がっています。中谷、山口、ストイコビッチ、ストイコビッチの後ろには澤田がついてます。裏を取ろうという中谷ですが、前半には自ら浮かせてヒールで中谷に送るというパスも見せてくれましたストイコビッチです。澤田、大きいのボールは海本、ウリナ、ストイコビッチ、ウリナ、中谷、入ってます。ストイコビッチ、ストイコビッチには今日は澤田、あっと股を抜いてくる、そしてストイコビッチが来る、名古屋のチャンスだ、ストイコビッチ、ストイコビッチ決めたのは森山、見事なプレーを見せてくれましたストイコビッチ。ホーム名古屋での最後の試合、サポーターに応えるストイコビッチです。いや、左サイド行きましたね、鮮やかな、そして華麗なプレーを見せてくれましたストイコビッチ。1人目入れ替わるときに股の下抜いて、2人目引きつけておいてタイミングで抜いて潜り込んでいきましたね。そしてチームにとっても貴重な同点ゴール、最後は森山に合わせていきましたけどもね、これ入れ替わって、ね、股の下抜いて、あとはスペースですよね、入り込むまでもうキーパー引きつけておいて一本って感じですよね、本当にね。後半の名古屋の同点ゴールはストイコビッチによってもたらされました。しかもそれがいかにもストイコビッチらしい華麗な魅力的なプレーでした。のファールです。後半の3分に大きなゴールで広島が逆転しましたが、わずかに2分後ストイコビッチのプレーから名古屋が同点に追いつきました。桑原、大きい、この打ち込むくさびのボールに対して今日は名古屋が、あ、チャンスになるか、これか、楢崎出る、あそこのポストプレーからですね、チャンスは前半も作ってましたからね。ストイコビッチ、裏を取ってくる大森、ピンポイントできます。大森、中に森山とウェスレイですが、でもああいうボールが来ると思えば、走りますよね、外の選手もね。そして測ったようにタッチラインもゴールラインも割らずに、相手のディフェンスにも触られずに、今日2点目で名古屋が同点に追いついています。森田、駒野、森田が抜けてくる、広島のチャンスだ、同じような形になって、まだ森田だ、森田のシュートはポストの左でした、決定的な形でした森田。
名古屋はまたもう2点目と同じような形で右サイドから破られました。パスに相手のパスに用意していくとあれですね、ドリブルで来られた時の反応がそれに対応できてないですよね今ね。宮澤さん見てますとね、名古屋にとっては3バックの端の選手の脇のスペースを使われているように見えるんですが、うん、でそこを引っ張り出されて、中の選手はそのパスが来るコースを見てるんですよ。そこをドリブルで来られた時には慌てた対応になって、仕方なく最後のシュートまで打たれてますけどもね。広島が何とか同じような形でチャンスを作って、一方の名古屋の方を見ますと同じような形でピンチを迎えています。ストイコビッチが来る、ストイコビッチが来る、まだ来る、ストイコビッチだ、ストイコビッチ、中谷へ、中谷シュートか、山口裏を取って大森、オフサイドはないが、あっともったいない。しかしまた手前でストイコビッチが澤田のマークを振り切りながら素晴らしいプレーを見せてくれました。今日は行ってますね。後半の9分を回ったところ、これは後半の同点ゴールをもたらした場面です。カーブがかかりきりませんでした。もうちょっとカーブをかけてくれよというジェスチャーを見せましたストイコビッチです。まあ、それも滝沢がもちろん左利き、しかもこの選手は技術の高い選手ですので十分カーブをかけるテクニックを持っているということを知っていてのリクエストです。まあ、再三広島の選手のポジションの紹介が途中になっていますが、ディフェンス右から澤田、プーリオ、奥の八つだ、中盤の底に桑原、前にコリカと藤本、左に服部がいるような感じになっています。そして前線に高橋と大木、服部がこの右サイドに流れています。町田さん、グランパスは藤田が呼ばれました。はい、この藤田はこのところは右サイドで起用されています。まあ、先日の交代を見ますと大森に変えてということになってくると思いますが、はい、2年目の藤田が準備をしています。山口、22分を待っています。後半ウエスレイ、今のようなところね、やっぱりね、滝沢が抜けてきます。長い距離を抜けてくる滝沢、ゴール前の選手がやや遅れてます。滝沢は左利き、滝沢、ディフェンスも辛抱強く対応しました。澤田、まあ、滝沢は早く行きたいのは分かったんですけども、無理だなと思ったらやはり切り替えてキープに変えた方がいいですね。岩原から藤本、後半途中投入されました日本代表の藤本です。ここでグランパス藤田を入れます。やはり大森に変えて藤田です。右サイドの2連目の藤田、この選手もスプリントを持っている選手です。澤田、前半はこの澤田はストイコビッチのマークにつきましたが、後半の途中からは本来の右サイドに戻っています。まあ、今ストイコビッチを見る時間が長いのは中盤の底、守備的な位置に上がったキャプテンマークの桑原です。その桑原、前線の久保が怪我でいなくなりました。サンフレッチェです。藤本、
と吉本から大木、大木が倒れましたがノーフォアルです。奪って西澤から山口、ストイコビッチへ。名古屋の選手たちはまずストイコビッチを探します。ウエスレー受け方な、いとも簡単に前を向きました。ウエスレーボールが出てからでもディフェンスが離れたらそれを確認するために彼見てですね、もう前向けたらそのままノートラップで抜いてますからね。無理だ。ストイコビッチがゴール前にいる。そのストイコビッチに合わせてきますが、派手なプレーじゃないんですけどもね、非常にディフェンスからするとよく見てるな、嫌なやつだなって感じになりますね。ストイコビッチ浮かせてもう一度中に入れてくる。ウェスレーだ。今のもボールをリフティングしたところで水穂のサポーターが固唾を飲んで見つめましたが、代わって入った高橋、ここに代わって高橋が入っています。大きい、また3バックの両脇のスペースをついてくる広島です。ゴール前には藤本と高橋が入っています。後ろから服部のサポート、ちょっと長の枚数が足りないですよね。ペナルティエリアの中にはその先ほど紹介した2人だけ。藤本、前が空いた。藤本のシュートだ。いいシュートだ。細かいボールタッチから打ち込んできました藤本。振りの鋭いね、シャープなシュートでしたね。どうなんでしょうか、今日は藤本はいつものようなその3トップの右サイドというよりはトップ下というような感じでしょうかね、はい、そうだと思いますね。あ、広島桑原が今頭を打ったでしょうか。ちょっと2人に挟まれましたからね。広島はもう90分の中での3人の選手交代枠は使い切っています。町田さん、先ほどの久保の情報が入ってきました、はい、右足首をひねったということで今検査中でまだ病院に行くなど詳しいことはわからないということです、はい、広島の攻撃の軸としてこの試合も光っていた久保が後半の途中16分に足首をひねって交代しました。2対2の同点。奥に高橋、大木、藤本、藤本から裏を取ってこようというところですが、ただこの後半入った藤本もどうでしょうか、よくボールに絡んでいるように見えますが。そうですね、ただ今みたいなところ彼の得意なプレーエリアなんですけどもね、もう少しできると思うんですけどもね。ストイコビッチがどうしようとこに入れてくる。森山、今日2得点の森山ですが、今のも溜めて溜めて、ただ森山はそのタイミングをよく分かってるんでね、必ず先に触ってますよね、ディフェンダーよりね。今日ピッチに立っている選手の中ではストイコビッチとのプレーをした時間の最も長い森山です。ワンツーで滝沢を使ってきたストイコビッチ、まあ、今チームの中ではこの中盤の岡山がストイコビッチとプレーをした時間は最も長いんですが、その岡山は第8節で足首を痛めて、まあ、この試合そして施設のゲームストイコビッチがいなくなるまでには何とか間に合わせたいと治療に努めてリハビリもしてきましたが、そして出場を直訴もしたんですが、今日はピッチに立つことはできませんでした。ストイコビッチから柔らかいボールだ、チャンスになる。戻して後ろからウィズリー、またストイコビッチの右足からビッグチャンスでした。グランパス、まあ今やつらのタックルですかね、よくウェズレーのシュートブロックしましたけどもね。ストイコビッチのフリーキックは何かが起きますね、いつもね。そのぐらいやっぱり質がいいでしょうね。まだ各チームの研究が進んでいなかった、あの来日して 2,3 年目まではフリーキックから面白いようにアシストを決めました。広島のチャンスだ。高橋、
ちょっとこの高橋と今藤本が互いに譲り合ってしまうようになりました。ストイコビッチ、ウリダへ、前で森山いますが、ウェズレイ来てますよ、右から打ちてきた、ウェズレイまだキープをする、ウェズレイ、ストイコビッチは今中盤です。あっと、しかしウェズレイに対してファールになって、グランパスボールのフリーキックです。いい位置でのフリーキックを得ましたグランパス。さあこの10番が見せてくれるか。逆サイド、右足で蹴るためには逆サイドでありますけどもね、距離的にはいい位置ですよね、ウェズレーも直接狙ってくるのではありますが、みずほのサポーターはストイコビッチの右足を望んでます。これまで J リーグでは56得点、グランパスとしては歴代1位の得点です。ただ奥谷さんが壁を下げてます。どこ狙いますかね、右足だったら、まあ、壁は同サイドに作ってますから、ウェズレイかストイコビッチか、そこでしょうけどもね。ストイコビッチだーっと壁に当たった、もう一度、あー、いた、タイムとオフサイドです。跳ね返ったボールをダイレクトで狙ってきましたストイコビッチですが、あ、そして今広島の選手が一人痛んでます。広島はもう90分の中での3人の選手交代は使い切りました。今はサポーターの求めに対してストイコビッチが応える形になりましたが、当たった後左足打ちましたけどもね。これまで J リーグには182試合に出場しました、まあ、外国籍選手としては他にも何人もストイコビッチよりも試合出場数多い選手はいますが、一つのクラブとして見ますとストイコビッチが最も多い出場数になります。先ほど56得点、得点の数は紹介しました。そしてもう一つストイコビッチの不名誉な方の記録ということになりますけれども、これまで受けたイエローカードが72枚、レッドカードは13枚、ともに J リーグ通算1位です。少し試合が荒れ模様になってきました。ストイコビッチのホーム名古屋での最終戦、後半の32分を回りました。2対2の同点。ストイコビッチ、ウリダ、ウリダが狙ってきた、クロスバーの上だ。このウリダも決して派手なプレーをする選手ではありませんが、ストイコビッチのプロコとなって時にはチームにとって重要なゴールもたびたび決めてきました。非常にあの役に立つ選手ですよね、相手陣内で奪うウェズレイ、ストイコビッチ、今度は後半珍しく右サイド、ストイコビッチから森山へのボール、通していこうとしましたが、2対2の同点です。残り10分余り、名古屋ボールです。右サイドから若い藤田がロングスローに来ました。ストイコビッチは今ゴール前の近いサイド、このウェズレイは遠いサイドにいます。貝本もゴール前に上がっている、その貝本がつなぐ、ウエズレイだ、ウエズレイ、ウエズレイ浮かして、やーっと、まだストイコビッチ番に浮かしてきたウエズレイですが、藤田が狙ってきたが下田の正面、今手前のストイコビッチがなんでスルーをして俺に渡してくれないんだという感じでしたが、自分にくれと、こうね、まあでもいいじゃないですか、シュートも枠飛んでますしね、藤
チタは昨シーズンもミドルシュートからゴールを決めています。大きなポストプレーは名古屋が奪う。山口、滝沢、名古屋ボールです。今度は後半の定位置、左サイドにストイコビッチが戻っています。山口へ、22,798 人という今観衆の発表がありました。伊豆競技場、2万人を超えるサポーターが見つめているストイコビッチの名古屋でのラストプレー。いいプレーですね。高橋、藤本のポストプレーになりますが、奪って名古屋、ストイコビッチとはちょっと合わなかった。ウリタ、10分となりました。90分で決着がつくのか。このストイコビッチがまた見せてくれるのか。町田さん、はい、サンフレッチェは藤本を力をフォワードに上げて、高橋を藤本のいた位置に変えました。あ、そうですね。で、先ほど藤本のポストプレーが一つ見られました。宮澤さん、その意図というのはどう見ますか。まあ、よりゴールで近いところで彼の個人技を使わせようということでしょうけどもね。ここは広島オフサイドです。流れ的にはあの逆の方がいいのかなという感じがしますけどもね。今日はどうしてもストイコビッチのホームでの最後の試合ということで、そちらの方の話が多くなるんですが、広島が現在13位と順位を落としていて、まあ、このまま連敗が続くとチャンスになる。滝沢からのボールですがコーナーになります。ナイスカバーですね。奥の、まあ、広島としますとこの第1ステージ残り2試合もできるだけ勝ち点を稼いで、はい、第2ステージにつなげたいところだと思いますが、本当にそうだと思いますね。したがって90分で勝負を決めたいという思いもバルギー監督には出てくると思います。平岡が待ってます。曲げてくる、貝本へ、西澤が遠いところにポジションを変える。名古屋ボールです。奪って広島、藤本、右から大きが来ますが、ウリダのディフェンスです。カウンターの形になりかけた広島、ポリタ、まあ、ボールはね、グランパスの方が主導権持って回したり、に出てますけども、澤田が来る。澤田が抜けてきますが、いやそう、最後は大きなボレーになりましたが、まだあります。西澤、ウェズレイへ、チャンスだ。森山がボールが上がっている。ウェズレイから森山だ。ヤクザが入りました。ウェズレイの突破からカウンター決定的な形でした。グランパス、ところの体の入れ方からチャンスだと思ったときは非常にこのギアチェンジでスピードありますね、この選手ね。普段やっぱりサボってますね、本当に。まあ、ここぞという時のために力をためていると、そういうこと、ためてますよね。そしてこの人もそういう選手です。そうですね。低いボール、後ろから藤田のミドルシュート、あー、奪ってウリダ、ゴール前に送ってきますが、向こうからストイコビッチが来る。2対2の同点、名古屋の攻勢が続いてはいますが、ゴール前の後ろからウリダが来る。あ、止まりました。戻して、貝本のヘディングシュートだ。正面でした。時間的
な余裕はあったように宮澤さん見えましたが、そうですね、ちょっとコースまで狙えませんでしたけどもね。そして名古屋構成の中で広島が今のように時折カウンターのチャンスを迎えますが、久保がいなくなって、ややそのカウンターに鋭さがなくなってきているような印象があります。ストイコビッチ、ウェズレー、なんとウェズレーはウリタに任せようとした、西本、広島ボールのフリーキックです。後半の40分になります。ポイントが違います。もう一度やり直しです。ストイコビッチと一番長くプレーをした岡山は右の足首を痛めて今日はピッチに立つことはできませんが、西澤、途中入った藤田、クーリオ、先ほど広島の置かれている状況を簡単にご紹介しましたが、今名古屋の選手が一人倒れています。名古屋の方も宮澤さん、はい、今4位で2位3位市原清水とは、はい、もちろん順位の入れ替えがあり得る範囲です。そうですよね、1ポイント2ポイント差ですからね、そして3位以内は賞金の対象になります、まあプロならそれを欲しいですよね。したがって互いに一つでも勝ち点を多く取りたい状況だということには変わりありませんが、90分までは手元の時計で残り4分を切りました。妖精の最後の舞台です。ストイコビッチ、後半の立ち上がりからは左サイド中心に華麗なプレーをいくつか見せてくれましたストイコビッチですが、石澤、ウェズレイ、手前にストイコビッチがいるが、ウェズレイが倒れてここはファールはない、ここはファールはありませんでした。広島のカウンター、惜しい、平岡のディフェンスです。滝沢、中谷に代わって左サイドに入っています。ウェズレーが先を受ける、ウェズレー浮かせて藤田が入ってくる、いやその持ち前のスプリント、フリーランニングを見せた藤田ですが、名古屋のビッグチャンスでした。最後体を寄せていったのサーですかね、今のは1点でしたね、よく守りましたね。藤田は手前にはストイコビッチ、ちょっと任せます。サンフレッチェの方が、ね、簡単に、ね、ボールを失いすぎますよね。ストイコビッチがまず1人をかわす、入ってきますが澤田の対応です。ストイコビッチはバックパスではないかとリードをしていますが、あっと平岡のミスから広島のチャンスだ。西本から高橋、向こうから服部が来る、服部が来ました、服部は左利き、西澤が入った。また守備のミスからヒヤリとしました名古屋、この服部はよく走りました。ただね、競り合いで中でうまくサンフレッチェの体使ってますから、グランパスが勝っててもですね、こぼれますよね、サンフレッチェのボールが。いやこれはしんどい時間帯ですよ。前半は44分に失点をしてしまいましたグランパス、後半の43分を回ってます。集中ですよね、グランパスの人たちはね。地元からストイコビッチは前線に残ってます。森山が追いますが、名古屋ボールです。手元の時計の90分まではあと1分です。山口、ストイコビッチ、はい、山口が抜けてくる、簡単に抜けてきました山口。山口はあっとかわしたところまでは良かったが、もう一度滝沢、滝沢がミドルシュートを狙ってきた。名古屋はこの滝沢、そして右の藤田と代わって入った選手がゴールへの意欲を見せています。
ットのファールで名古屋ボールです。ちょっともうサンフレッチェ押し上げられないことですからね、うん、いいですね。まもなく手元の時計では後半45分になります。いいトラップですね。今ロスタイムが3分と表示されました。石本1対1ですね。石本、藤本がまだキープする。後ろから服部が抜きにかかる。吉野ボールのスローインです。さすがにあの変わった入った選手ですよね。まだちょっとねトップスピードに切り替われますからね。藤田3分のロスタイムの間に決着はあるのか。大きい澤田、おお取りました。まだある。名古屋に出るストイコビッチか。桑原の対応です。後半の途中からはこの桑原がディフェンスラインから中盤に上がってストイコビッチのマークにつく時間が長くなっています。ストイコビッチはそれを避けるように。危ないですよこのスローイングのミス。危ない。山口ウリダ、あウリダがフリーになってます。だから森山、今日2得点の森山中に入れる。ストイコビッチまでは渡らない。ボールに対するボールが遅れてます。ストイコビッチだ。ウエズレイのシュート、ストイコビッチからのボールでしたが、絶好のボールでしたが外れました。後半ロスタイムの名古屋の決定的な場面でした。珍しいですね。ああいうの外すのも珍しいですね。かなりやっぱり肉体的にね疲労が蓄積されてるなって感じがしますよ。ストイコビッチロスタイム2分が経過。リーダー森山へ。先ほどウォーミングアップエリアでの普段ストイコビッチが目をかけて育てようとした福田の姿も捉えていましたが、大きい。まだ来るチャンスだ。広島戻して藤本、いやサイドを変えてくる。まだチャンスだ。高橋ちょっとポストだ。そして後ろからシュートは、いやオフサイドです。その前にオフサイド。決勝ゴールかと思われた広島ですが、オフサイドがありました。救われました名古屋。そして今名古屋は選手が一人名古屋ゴールの前で倒れています。貝本でしょうか。今そして広島の選手がボールを出しました。そしてこの瞬間に後半終了のホイッスルです。ストイコビッチの最後の舞台は延長戦に入ります。今のこの悔しがりようはなぜ最後のあのシュート決めてくれなかったんだというような思いが伝わってくるような感じですが、まあね、チャンスメーカーだから最後のラストパス出せば仕事終わってますからね。あとは決めてくれる人待つだけですから。でもなかなかねうまくいかないですよ。7年余り過ごした地元名古屋での最後のゲームに臨んでいるストイコビッチです。では後半の得点シーンをご覧いただきましょう。まず3分でした。広島大きな得点で逆転に成功しました。このタックルで入れ替わっちゃうんですよね。いいシュートでしたね。そして名古屋は
ストイコビッチのプレーからの同点ゴール、逆転を許してからわずかに2分後でした。ここで飛び込んだのがね、まあ、体力的にギリギリだったんでしょうけどもね、ディフェンスもちょっと簡単すぎましたね。そして後半の終了間際には、ストイコビッチからウェズレーへ渡って決定的な場面ということがありましたが、名古屋が勝ち越しのゴールを奪うことはできませんでした。ストイコビッチの名古屋での最後の戦い、2対2でこれから延長戦です。延長前半のスタートです。森山、グリダ、広島の方はこの延長前半のスタートがトリカに変えて森安が入っています。滝沢、名古屋はまだ2人選手交代を残していますが、藤本から高橋、右に澤田、高橋、まだある、藤本が来ます。平岡、またちょっと中盤でのミスがありました名古屋。八田、奥野、森山が寄せていく、その森山のファウルになりました。名古屋の今日の2点は森山、2点目はストイコビッチのストイコビッチらしいプレーからでした。延長に入ってストイコビッチにとってどんなクライマックスが待ち受けているんでしょうか。森山、山口、ストイコビッチ、向こう側で藤田が走っている、藤田が出てきますが少し長くなって下田、いいカバーでしたね下田。V ゴール方式の延長戦、代わって入った森安です。大きい、ちょっと呼吸が合わなかった広島、奪ってストイコビッチ、マークにつくのは桑原です。山口、こういうところね、本当に一つ取られるか取られないか、あれをサンフレッチャー取られるんですけども、一つ山口みたいなやつ食べられるとね、周りの選手全然違いますよね。ストイコビッチから滝沢、ウェズレー、バッタリと森安です。ストイコビッチ、ウリダへ、ウリダから、ウリダから滝沢だ、そしてゴール前に送ってきます。山口入っている、向こうから藤田が来ます。下田です。再三ゴール前に迫ってくる右の藤田、左の滝沢という変わった両サイド名古屋。またその藤田、藤田のファウルになりました。いいじゃないですかね、負けたくないという気持ちが出てますよね。しかし宮澤さん、ストイコビッチにとってホームでの最後の試合が V ゴール方式の延長戦ですね。まあ、ちょっとこのシステムもね、こういう暑い時には厳しいなと思いますけどもね、選手のみんなにはね。最後には歓喜が待っているのか、あるいはその逆になってしまうでしょうか。澤田、前で高橋が呼んでいる、裏を取ってくる高橋、高橋だ、西澤の対応、西澤がうまく体を入れました。ウリダからストイコビッチ、西澤です。ゴール前にウェズレーと森山、山口からストイコビッチ、ストイコビッチ、マークにつくのは川原です。出してくる、
かつてディフェンスの裏の森山へのボール、もう一度ストイコビッチ、ディフェンスに当たってます。オプション入りました。カウンターに入る広島、うん、藤本、平岡の対応、藤本が入ってくる、流して大木だ、いやー、折り返してくるが、今藤本の意図としてはもうシュートに行ってほしいというのと、中で自分で待ってましたからね、もっと欲しかったんですけども、大木もちょっといっぱいいっぱいですね。ウィズレイ、ウィズレイ来る、ウィズレイ、まだウィズレイ、アウト通してペナルティー、ペナルティーキックを得ました、グランパス。さあそしてこの10番が行くのか、延長前半の5分、グランパスに訪れたのはペナルティーキック。サポーターの詰めかけたゴール裏のスタンドに向かって行くのはこの人です。時もありますしね、今シーズンは1点決めているストイコビッチ PK、自らの手でこの舞台に幕を引くでしょうか。役者が最後に見せてくれました。いい舞台もらったというかね、最高でしたね。であちらサイド蹴ってね、確か昔外してると思いますよ、高いところギリギリ狙ってね、ちょっと低くゴロでね、だからそういうのもそんな昔から僕彼のこと見てるのかなと思いますけどもね、覚えてますね。あそしてそのペナルティーキックを誘ったウェスレーとの抱擁、ゆっくりとセンターサークルに歩みを進めるストイコビッチです。まあ、ウェズレーがね、ストイコビッチが出たパスを、決定的なパスを決められなくてね、最後は自分で PK 取りに行きましたからね、恩返しじゃないですけどもね。いやしかしあの PK の直前のストイコビッチの宮澤さん、精神的な状態を少し測っていただくと、押し上がっていただくと、まあそうですね、難しいですね。満員の瑞穂のサポーターも祈りながら、一方では胸が締め付けられるような思いで見つめていたと思います。7年余りを過ごした名古屋での最後のゲーム、ペナルティーキックによるこのストイコビッチのゴールで名古屋の V ゴール勝ちです。その最後のペナルティーキックを決めた瞬間、喜びを爆発させましたストイコビッチです。なかなかやってゆっくりね蹴りに行くっていうことは読まれた時にね修正効かないんですけども、
まあ、見事に決まりましたね。いつまで続くかと思われた夏の夜の夢でしたが、ストイコビッチの PK によって名古屋の延長 V ゴール勝ちです。その最後の姿を満員のサポーターが目に強く強く焼き付けました。余裕ができたらそのストイコビッチ選手へのインタビューです。放送席ホームでのラストゲームを終えたストイコビッチ選手です。最後のペナルティーキック、サポーターの前どんな思いで蹴ったんですか？サポーターズのペナルティーキック、 How do you feel at the moment? It's a really exciting moment for me and it's absolutely unforgettable for all my life. とてもエキサイティングな瞬間でした。私の人生の中でも忘れられない、ゴールでした。その蹴る前の瞬間というのはどんな気持ちだったんですか？ Before you kick the ball, how do you feel now at that moment? It was very, very hard, you know, because to kick the penalty, you need to have a full concentration. So we are very tired, but finally I put the ball on the net. This is the most important thing.難しかったです。やはり集中力が必要ですし、そういう部分でやはりああいうシーンで、ね、蹴るというのは難しい。ただまあ集中して、蹴ることができました。今日はどんな思いでプレーしてたんですか？ How did you play today? It was very hard for me. Very tough match, psychologically and physically. But this is my last game in front of our supporters. So thank you very much for great support today.今日は、まあ、精神的にも体力的にも難しい試合でした。だけれども、まあ、サポーターの前で、一生懸命頑張りました。7年間支えてくれたサポーターに最後の一言お願いします。 Would you say some message for supporters today? 7 years they are supporting for us. The very simple message for them is thank you very much for your support and you are absolutely great. I had a lot of support from your side from 7 years.And it's absolutely unforgettable for me, this period of 7 years and support from our supporters. 7年間とても皆さんの応援がもらえてありがとうございました。この7年間長かったですけれども、皆さんの応援があって、うまくプレスもできました。本当に7年間ありがとうございました。ありがとうございました。ホームでのラストゲームを終えたストイコビッチ選手でした。最後の瞬間は少し声が震えているような感じもしました。愛速のマルコ君を横に置いてのインタビューに答えてくれましたストイコビッチ選手です。ありがとう、さよなら、名古屋グランプス8のサポーター皆さん、あなたたちのことは一生忘れません。ここで選手の皆さんからストイコビッチ選手にチームフラッグ、そしてグランパスのユニフォームが手渡されます。選手一同代表して奈良のキャプテン、そして岡山選手が記念品を贈呈いたします。Thank you, Big C. サポーターへの最後の挨拶を最後は日本語で締めくくりました。ストイコビッチです。選手を代表して奈良崎選手、そして岡山選手からチームのフラッグ、ユニフォームが贈られました。この後、場内を一周することに今日の解説は宮澤ミシェルさんにお願いしてきましたけれども、宮澤さん、はい、
ストイコビッチ選手、リーグ優勝こそなりませんでしたけれども、はい、7年余りの生活で日本に残してくれたもの、日本サッカーに残してくれたもの多かったと思うんですね。そうですね、もう本当にプロ同士でね、たがわしてくれたことをそれに感謝しますし、また子供たちにもね、こういうプレーがあるんだということをね、グラウンドの上でそのレベルで見せてくれたということもね、非常に感謝しておりますね。来日当初は、慣れない生活、慣れない文化に対する悩みもあり、はい、それから当時はなかなか起用されなかった苦しみもあったと思うんですけれども、はい、それを乗り越えて7年間、7年余りこの日本でのプレーを続けましたストイコビッチです。他にも大勢世界のスター選手が J リーグでは過去にプレーをしましたけれども、宮澤さん、このストイコビッチ選手がその中で際立っていること何でしょうか。まあ、個人的な技術、そしてなんていうのかな、メッセージがいつもあると言いますかね、彼がゲームを決めるようなパスであったり、そういうゴールを決めたりということがありましたんでね、非常に印象的な選手でしたよね。はい、それも身体能力の高さであるとか、はい、パワーやスピードといったものではなくて、技術的な高さ、これがサポーター、ファンを引きつけてやまなかったことだと思いますが、そうですよね、誰もがね、やっぱりサッカーやり始めた以上楽しくね、グラウンドの中でプレーがしたい、ただ本当に楽しくプレーが小さい時にボールと遊んだようなプレーがグラウンドの中できるというのはそのチームの10番でしかないわけで、日本で限られているし世界でも限られた人しかいないと思うんですよね。その中でその10番の中でも非常に高いレベルにあった選手が目の前で見れて、感動してますけどもね。そのストイコビッチがまだ J リーグは残り1試合ありますけれども、はい、名古屋でのホームゲームはこれで最後ということで、名古屋のサポーターに今別れを告げている、別れを惜しんでいるところです。名古屋の観客動員というものに対する貢献度も高かったと思うんですね。いや、そうでしょうね、やはりもうスターでしたし見せ続けてこられたというね。ただ先ほどのインタビューの中で決してこうなんていうのかな、怪我もありましたし苦しんできたんだけども、こういう日本でプレーできる第二の地を見つけて本当に感謝しているというコメントありましたね。ジンときましたね。36歳、怪我にも苦しみましたが競技生活を全うしての、はい、家族のための引退です。私たちは忘れないでしょう、サポーターを引きつけてやまなかったファンタジスタ、ドラガンストイコビッチ選手を。